こんにちは、デーブ・スペクターと申します。まもなく公開される映画メイ・ディセンバー揺れる真実なんですけれども、その元となった実在した人たちの事件について解説させていただきます。1990年代に大変な騒ぎになったニュースでして、まあ日本でもその当時はジョン・ベネちゃん事件もあったんですが、それと並ぶぐらいの話題になりました。まあ、メイ・ディセンバーっていうと5月と12月なんですが、それが年が離れた人たちの年齢を表す意味なんですよね。これはですね、かなりインパクトがあります。興味深いです。メイ・ディセンバー事件です。1996年、34歳だったメイリーと12歳だったウィリーさんが不倫関係になりました。で、翌年の1997年に2人のやり取りをしている手紙、主人が見つけて、その後児童レイプ罪として逮捕されました。で、実は、ウィリーさんが真実の愛であるということを訴えていました。で、メイリーさんも逮捕されてから4ヶ月後に2人の間にできた子供も出産しました。1998年、仮釈放したんですけれども、絶対接触持っていけないと言われたんですが、メリーがすぐウィリーと、接触しました。で、それが見つかって、再逮捕されましたね。で、1999年に元の夫と離婚しました、正式に。で、2005年なんですけれども、出所しまして、元少年だったウィリーが成人になりましたので、メアリーと結婚しました。テレビに何度も出て、彼と一緒に出たり、あるいは子供と全員で出たりして、テレビでよく見かけたんですよね。まあ、とにかく話題として大きかったです。ここまで事件そのものの解説はしましたけれども、ここで映画メイ・ディセンバー揺れる真実はですね、23年後夫婦の生活で始まる設定なんですね。ある女優が、この映画化するために実際にこの2人のところに訪問していろいろと聞くということなんです。まあ、簡単に言えばリサーチですね、役作りの。で、女優魂が結構ありまして、まあ、こうナトリー・ポートマンさんが演じるんですが、もうどういう心境で、このスキャンダルになったのか知りたくて、で、自分の演技に反映されればいいということで、もうガチでいろんな質問したりするんですね。ところどころで摩擦が起きたり、ちょっと喧嘩寸前まで行ったりしてですね、それと前の主人が来たり、その人の間にできた子供たちがいたり、お互いにちょっと嫌味を言ったりして、なかなか緊迫するところが多いんです。まあ、ナタリー・ポートマンもですね、名演技でしたね。つまりですね、最初はやっぱり和気あいあいで、その家族と接触していろんな、まあ、無難な質問したりしているうちに、だんだんちょっと悪意が出てきて、リアクションをですね、ちょっと誘発するような攻め方もしてたんですよね。ジュリアン・モアの演技は非常に難しいですよね。だって実際にいた人で、本当の心境がおそらく誰もわからないんですよね。で、本当に彼愛してたんですけども、逆にやってはいけないことを正当化もしなければならないし、ジュリアン・モアの演じた女性はですね、興味引きますね。本当にね、わからないんですよね。だから、まあ、もともとノンフィクションをフィクションにしてるわけですけれども、でも、まあ、実際にあったことに基づいてますから、非常にね、見るときにもうこうだったのかなと思うシーンばかり。メイ・ディセンバー揺れる真実、あなたはどういうふうに見つめるでしょうか。映画は7月12日から全国公開です。ぜひ映画館で。ある映画女優が挑むのは13歳と36歳のスキャンダル。 Well, I want you to tell the story, right, don't I?The moral gray areas that are interesting. People, they like see me as a victim. You seduced me. その真実は近づくほどに見えなくなる。メイ・ディセンバー揺れる真実。